どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。さて本日はですね、来シーズンの、開幕ローテの一角を担ってもらいたいと思っております、岩貞選手について語っていきたいと思いますと。まあ、岩貞選手はね、だいぶ前ですね。もう本当にだいぶ前だな。2016年に2桁勝利、10勝を果たしてから、まあ、その次の年は5勝、次の年は7勝、昨シーズンは2勝という感じでね、まあ、正直低迷しているという感じでね。まあ、なんと言いますか、これだけの成績を見てしまえば、なんか開幕ローテ外れちゃうというかね、まあなんというか尻すぼみになってしまってるという感じなんですけども、個人的には岩貞選手にはもっともっと頑張っていただきたいと。まあなぜかというとですね、まあストレートのキレというところにおいては岩貞選手は本当に素晴らしいものをお持ちだと思いますと。まあなんと言いますか、阪神にはね、まあそれこそストレートの鬼みたいな人がいるんでね、まあ藤川選手であったりとか、まあ春人くんであったりとかね、めちゃめちゃね素晴らしいストレートをお持ちの二人がね、まあ右左どっちもいるんで、その二人に比べるとなんかね、っていうところはあるかもしれないんですけど、ただね、それに比べても遜色ないような、ストレートをお持ちですし、まあそれに加えてチェンジアップ、すごーくチェンジアップがね、いいんで、まあ緩急使えるしって、まあもちろんスライダーもあったりとかね、基本的な、投球レベル、においては、もう本当に水準高いんで、本当にね、本当にローテを回してほしい。1シーズン。まあもちろんね、昨シーズンはね、そのインフルエンザで離脱してから、まあ肩か、肘かっていうところに違和感を覚えてなかなか上がってこれなかったですよ。ただ上がってきた時の試合、覚えてますか？まあ5回ぐらいまで投げたんかな？まあしっかり投げて。で、まあもう1回2回ぐらい投げんのかなと思ったら、まああの上がってきたばっかりだからというところもあったのでしょう。まあ交代させられて、マジかってこのままは何回投げてもいいのになというふうに思ったのを僕は記憶が新しいです。まあその次の試合はね、残念ながらっていうところだったんですけど、まあもちろんね、その1軍での登板機会というのがめちゃめちゃ少なかったんですよ、今シーズン。まあ、だからまあできれば、来シーズンはまあ25試合投げてほしいと。まあ先発でね。っていうところはあるんで、本当に頑張っていただきたいと。まあそういうところでね、まあ岩貞選手は9日にね、鳴尾浜でブルペンに入って、まあ捕手立たせて22球投げ込んだというところですね。いやー本当にね、いいもの持ってんねんからさ。本当に二桁勝利をしていただきたいんですよ。まあそれこそね、阪神のピッチャーはいっぱいいますよ。まあ佐伯くんであったり、望月選手であったり、まあそれこそ春人くんであったりとかね、二桁勝利していただきたい選手っていうのはね、まあいっぱいいるんですよ。まあ当たり前ですよね。二桁勝利なんかしやんでいいとか、なんかそういうことは絶対言えないんで。まあみんなにね、買っていただきたいんですけど、その中でもね、先発ローテをぜひとも回していただきたいと思う岩貞選手においては、まあ二桁勝利したことあるというところにおいても、頑張ってね、来シーズンは二桁勝利目指してほしいなというところでございますと。まあ左のピッチャーがね、まあ先発においては、まあそれこそ先発の、開幕ローテ、まあほぼ当確であろうと言われてる春人くん以外には、まあ岩貞選手、まあ飯田選手、まあ外国人選手にはなってしまいますが、まあガルシア選手、ル選手というところなんですよね。まあ、左のねピッチャーをね、まあ、先発で、正直欲しいところではある。まあ、それこそね、高校生のルーキーである、及川くんとか、まあ、あの中継ぎには転向してしまいましたが、まあ、能見さんというところを目指してね、皆さん頑張っていただきたいと。まあ、能見さんをね先発に戻ってくる、ちょっとあり。いや、なし。まあ、なしっていうのもなんか失礼な話なんですけど、まあ、巨人キラーであるね、能見さんを巨人戦でのみ、先発に復帰。いや、ないな。ないな。まあ、夢というかね、まあ、先発での、あのワインドアップを見たいというだけなんですけどね。中継ぎになってからはもうワインドアップで投げなくなった能見さんというところなんですけど、まあ、能見さんのね、まあ、あのピッチングスタイルを真似ろというところではなくて、能見さんのようにね、まあ何年もずーっとやって、で、勝ち星もしっかりついて、というピッチャーにね、まあ岩貞選手になっていただきたいというところはあって、頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。はい、本日はですね、来シーズン、先発ローテを回していただきたい岩貞選手について語らせていただきましたと。まあ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 、
ね、まあ2桁勝利しましたよ。2016年か。うん。で、10勝しましたけど、その後は鳴かず飛ばずと。まあそれこそね、秋山選手も同じような感じですね。2桁勝利しましたけど、その後は鳴かず飛ばずという感じで。うん。まあそれこそね、昨シーズン2桁勝利したのが、まあ西選手1人と。まあ、青柳選手がね、まあ、9勝で止まってしまうというところでね。まあ、できればね、15勝とか、6勝とかね。まあ、そういうところ。うん。まあ、もちろんね、その、分業制がもうはっきりしてしまった、近年のね、まあ、野球の状況からしてしまえば、その5回を投げ切るというところも、まあ、少なくはなってきつつはあるんですけど、ただね、まあ、スタミナにおいては間違いなくね、まあ、岩貞選手もあると思うし、まあ、秋山選手もそうですし、まあ、いろんなね、ピッチャー、ね、スタミナもあるし、5回投げ切れるだけのね、力もあるし、っていうところがあるんでね、ぜひとも、まあ、イニングイーターになってもらいたいっていうところもあるんですけどね、まあ、中継ぎが阪神いいだけに、まあ、5回、6回ぐらいまでしっかり投げてくれれば、7回、8回、9回を、ね、しっかりとしたピッチャーに任せられるっていうところもあるんで、できればね、イニングイータープラス2桁勝利を目指していただきたいなというふうに思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。